どうもこんばんは、エヌムです。今回はフェイトグランドオーダーフレンド募集の方をやっていきたいと思います。募集の方法というか申請のやり方なんですけど、動画の最後に説明するんで、まずは僕のサーバントのスタメンから紹介していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ではまず最初のサーバント、マーリンですね。僕マーリン一番使ってますね。高難易度のクエストとか、マーリンで行ったり、コメマーリンで行ったり、マシュマーリンで行ったりする人も多いんで、多分ね、もう現環境でマーリンがサーバントの中で一番使われてるんじゃないでしょうか。で、一応ですね、聖杯使って絆10で、スキルも全部スキルマにしてます。ホーグの方なんですけど、ホーグどこだっけ？ホーグは2ですね。マーリンがね、もう一度ピックアップになれば、5にしたいとは、思ってますね。では次。はい、次はジャンヌ・ダルク・オルタですね。こっちも、聖杯使って100レベにして、絆10で、スキルマーですね。これフォーマにしてたかな。マーリンはね、星3のフォーマにしてるんですけど、星4の方はまだなんですけどね。で、ホーグは1ですね。こいつ聖杯使うつもりなかったんだけど、なんかね、この前 AP 2分の1来たじゃないですか。あの時にちょっとやっちゃったんですよね。というわけでこいつも、今、前線で戦ってくれる、あれですね、スタメンですね。では次。はい、次は沖田さんですね。沖田さんはね、ちょっと育成が進んでなくてですね、622っていうスキルがですね、レベル62、レベル2、レベル2っていう、全然育ってない状態なんですが、こいつも、普通にアタッカーとして活躍はしてくれてるんで、ちょっとね、スキルをガンガン上げていきたいんですが、なかなか、あれですね、イベントとか、まだ僕、上がるとも終わってないんでね、半分ぐらいしか。時間がなかなかないですね。はい、次。はい、アニメで大活躍中のジャック・ザ・リッパーですね。こいつもですね、なかなか育成が進んでなくて、レベル10、レベル2、レベル2っていうことで、ガンガン上げていきたいんですが、アサシンの中ではこいつがトップクラスに優秀であると、いうことで、僕のスタメンに入っております。はい、以上4機がですね、僕のちょっとサーバント、紹介だったんですけど、他にもいるんですよ。ジャンヌとか、オリオンとか、いろいろいるんですけど、ですね、あんまり育ててないのに見せたくないっていうのですね、ちょっと乗っ取りが怖くてですね、あんまり自分のサーバントを晒したくないと、サポート編成とかをがっつり晒しちゃうと、乗っ取りの可能性があると、僕 ID 晒してないんでね、藤陽の。多分ですけど、晒してないんで、大丈夫だと思うんですけど、FGO の乗っ取りがね、自分の ID とサポート編成を晒しちゃうと、乗っ取りの可能性があると、いうことで、気をつけてはいますね。なんで今回のフレンド募集のやり方なんですけど、僕とフレンドになりたいって方、コメント欄にですね、自分の、僕はこれだけはもう僕の相棒だっていう、めちゃくちゃ育ててるっていうサーバントの詳細ですね。例えば、そうだな、ジャンヌ・オルタだったらジャンヌ・オルタ使ってますみたいな、スキルないない、スキルマーフォーマー、聖杯使ってホーグは5ですみたいな感じで書いて ID を載せていただけると、僕の方から送らせてもらうので、よろしくお願いします。そのサーバント晒しすぎるとね、 ID プラスサーバントをなんかサポート編成全部晒しちゃうと乗っ取られる可能性があるので、一機だけ自分が欲しいじゃねえわ、自分がこれだけは負けねえぞ、俺はこのサーバントに全て愛を注いるっていうサーバントと、自分のフレンド ID をコメント欄にくれると、僕が気になった方にフレンドを送らせていただきます。はい、というわけで今回は FGO フェイトグランドオーダーのフレンド募集の動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。